帰るんだか。千原誠司の一回騙された思うて見てくれ。まず最初はですね、トレーラーパックボーイズを見てほしいやけど、このものすごい面白いの、俺もう何年前からかな見てんねんけど、うん、誰も飲んでてこの話してくれへんねん。もう正直ね、我々も誠司さんから初耳でした。例えばアマゾンのボーイズとか、うわもうファンめちゃくちゃ多い、はい、ブレイキングバットとか、はいはい、面白い言うてみんな言うんやけど、いや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 、皆さんお忘れじゃないですか、トレーラーパークボーイズ見てください。まず日本ではもう信じられへん常識の中でのドタバタコメディやね。ああ、そうなんですよ。うん、コメディやね。でそのコメディって言ってもさ、アクが強いね。これね、俺思うんやけど、あんま日本人が好まへんのはドキュメンタリー風に撮ってるのよ、はい、架空の街で架空のルールで生きてはる人たちの話やね、はい、でエンターテインメントを見る能力すごい低いと思うね、俺日本人って、はい、だからそのすぐ心眼を求めるやん。これがほんまに ドキュメンタリーなのか、いやいやそんなわけないやと、はい、ニュースでも嘘ついてるぞとえ、ニュースでも嘘ついたりな、はい、映したらあかんとこ編集しとるぞと。ああ、そういうことね。うん、はいはい、そんなもん、うんうん、いつ日本人目覚めんねんとい、 いや、ほんまやで、カメラこの枠の真ん中でちょうど好きな人に告白するシーンが撮れたりする、この枠の中でやで、はい、たまたま喧嘩したりするカップルが真ん中でいいタイミングでね、いいタイミングで待ってます、そのタイミングでね。いやもうそんなわけないやん。いやちょっとほんまに、だからちゃんと違う次元で起こってることなのだというのを踏まえて、 TV ショーですから、はい、その真眼求めるのをほんまかどうかっていうのはもうええじゃん、もうそこ追求するのはやめようぜと、はい、お前もそれやりだしたらもう全くおもろないもん何でも、はい、そのくせドラマでは泣いたりしてるやろ、はい、どないなっとんねん日本人と思うねん、はい、そうですね。でドラマで演じてる役であの人演出やとかおばはんとかよういいよね、うん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 、ほんまにいや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 、プロやから仕事でやってはるから、いつ本題行くんすか。いやっていう日本人はそれがあるさかいになかなか理解しにくいと思うねん、これまず架空の街、はい、例えばいやけどもピストル撃ちまくるボケ、うん、ピストル撃ちまくるボケやねんけど、はい、日本やとおそらくあの映像の処理の仕方やったらもうクレーム殺到すると思うねん。これはでも海外ではもうむちゃくちゃ人気あって、その、うん、要は日本以外っていう意味やと思うんやけど、うんうん、実写版から確かアニメになってるはずやねん。へえ。ほんでカナダなんやけどアメリカに行って今ヨーロッパをいろいろ行ってるはずやねん、人気で、はい、このジュリアンとバブルスとこれね、このそっからまずこの3人これバブルス、ジュリアン、はい、リッキーだけどバカ3人が出てくるの、賢いやつ一人も出てこないの、こいつこいつ、あこいつね、あジュリアンジュリアンジュリアンが筋肉バカやんな、はいはい、こいつ立てるバカやな、ほんまのでこの人がバカ2人をまとめてるみたいな、はい、このでもこの人は裏回しみたいな感じだから、うんうん、なんかこの人がいないと物事が進まへんねんけど、うん、なんかこの人の扱いが悪いみたいなとこもあんねん、ちょっと、うんうん、実はこいつがいいねん、結局いいねんこいつが、だからあんだけどもうこいつはただのバカやからほんまにこの3人が何をする話なんですかねこの3人がただただ日常生活してるだけやねん、はい、え、あだからもうすぐ刑務所入った人のことだすぐタイマー作ろう、タイマー作ろうってすぐタイマーを作るの作んねんこいつら、もう働くの嫌やん、はいはいはい、ほんで一発逆転狙って
あのポルノ映画作ろうとか、うん、でもそういうのですぐ捕まってですぐバーベキューして親父と喧嘩してみたいな、うん、ちょっと全然分かんないよ。いやだからもうただただそういう地域の人の話、そういう地域って日本でもあるやん、はい、おっさん全然働いてないエリア、はいはい、そこの話やな。だから上半身裸のおっさんがチャリンコでうろうろしてる街あるやろ、はいはい、そういう街のカナダ版で、何歳ぐらいの設定なんですか、まず最初は。30代やと思う。30代、うん、で一応ね、設定上こいつがそ の, あのトレーラーパークを仕切ってるみたいになってる。トレーラーパークって街、町、一応設定は街、町で、そこにトレーラーパークの管理人がおったり、あの、はいはい、あの警察官がいてたりとか、こういろいろあって、うんうんうん、まあ、まあ細かい設定で言うと、こいつはずっと酒飲んでるっていう設定。ジュリアン、ジュリアンはだからずっと片手にウイスキーらしきものをずっと持ってんの車を運転する時も、はい、で車がひっくり返るやん、はい、あのカーチェイスとかで、はい、まあひっくり返るんだけど、はい、車ひっくり返って出てくる時にもこぼさずにちゃんとこれを持って出てくるのそれぐらい酒好きってこと。そう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 、はい、なんかあのこの人とかはなんかミュージシャンもやってるみたいな、へー、多彩な人たちが集まってやってて、うん、そういうのを楽しくやってはんねんけど、むちゃくちゃの大人やから、うん、ほんまに夢があるから、バカボンみたいなみたい、リアルバカボンバカボンは悪いことせえへんもんな。あ、まあそうですね。でもそのバカボンみたいな感じですごいおっさんが前向きに、うん、あの真面目にやんちゃしてる感じで、うん、でまた30分やね。あ、1話が見やすいです、ね、見やすい、うん、やってんね。これを日本語版を、はい、吹き替え版をするべきやと思うね、はいはい、俺やりたいねん誰やりたいんですか。バブルやりたいな、これまた違う、コバとかかな、こいつ。あ、マッチョだから、うん、コバとかやったらね、はいはい、リッキーは誰やろう、えげつないバカやからこいつこんなこと言うたら失礼やけど、プロレスラーの人とかがやったらなんかすごい合いそう。へー、いろんなやつ出てくるから、へー、いっぱい、はいはい、その設定とかがいちいち引っかかるから、うんうんうん、日本人はほんまに見にくいけど、うんうん、見出すとすごい面白い、そういう世界なんだよっていう、なんかすごいこうアニメ的にこれを俺はみんなに楽しんでほしいね。いやでもこれはほんまに一回見てほしい。ほんでこれのズーム会議したよ、これのこれのズーム見た人ばっかり集まって、うん、面白かったとか面白くなかった、それみんながみんなおもろいわけじゃないから、うん、おもんない人にはなんでおもんないかっていうのを、うん、聞きたいな。なるほど、うん、いや俺はもうむちゃくちゃ好きなの、ほんまにだから日本にはない、はい、絶対日本では撮れない、うん、ドラマやから、うん、怒られるから、怒られるし伝わらない、伝わらへんし、あの理解しにくいやん、うん、されにくいやんか、うん、これまず見て、ほんまね、マジびっくりなしのバカ3人を見てほしいよな。ネットフリックスでやってますから、見てるだけでも、うんうん、もうパワーあるすバカやから、うん、これ見た人にちょっとコメント欲しいですね。欲しい、コメント欲しい。ほんでもちろん不愉快なシーンも死ぬほどあるね。あ、そうですか。うん、嫁はんのことボロクソ言うたり、うん、また嫁はんで旦那のことボロクソ言うたり、うん、友達も簡単に裏切るしこいつら、うん、あるけど、うん、一回ちょっとこれ見て、ほんまコメント欲しいわこれほんまに騙された方で見てみての第一回にふさわしいと思うね。バカばっかり出てくるドラマ面白いと思うけどな。とりあえずテレビに真実を求めるなテレビは全てファンタジー。じゃあ第2弾でお会いしましょう。